はい、5分付き合わせていただきます。どうでしたか、後藤さんのライブ見て。おっぱいも出てたし、股間も出てて。ダンスで普通に笑ってましたよね。なんか後藤さんが暴れてる足元の人たちのみんな、なんか、ごめんね。後藤さん、そんな緊張してたんですか。だけど僕の T シャツ奪おうとしてましたよね。やだ、なんでやだ。なんで戦乱になるんですか。負けてられへんからよ。だって やもん、僕怖いねん、あなたが。僕は天然じゃないねん、怖い。はい、怖いのが撮ってる。あ、すいません。面白かったです。好きだよ。テープ貼られてる時面白かった。可愛かった。テープ貼る人いるんだって思った。あのね、お客さんなんだよ、タピオカ屋の店長。よりちゃんスターさんかと思った。違う、友達ただの、あの高校生の時から僕のことを見てくれてるの。あったかい。あったかい。これね、おへそが、これね、おへそなんだよ。これ吉田君、なんでおへそ、おへそ。誰が頑張る、丸罰ゲームとかする。喋ろうって言ってた。喋ったら。でも後藤さんがの出てるショールーム見ましたよ、私。前村千秋がベイキャンプの楽屋の隣にいて、そうキャーキャーうるさくて嫌いって。うるさかったんだよ、あれと。そんなうるさくて怖かった。怖かったよ。殺す天然でしょ。なんで飲むの。うーん、3倍ぐらい。あの、家がください。家が2つ、後で払うんでください。家って回してる。え、この人が飲まへんかったら誰が飲むの。坊ちゃん。今度さ、代々木公園行きましょう、一緒に。よくゴーさんと遊んでるの。嘘、代々木公園。早く家が来て。家側が回らない。本当、ライブ始められへんから。いいよいいよ。すごい。じゃあ二人の乾杯を。今もう一つ持ってるから。喧嘩は買うだろ。ゴーさんだ。
ゴーさんの分、ゴーさんの分、もう一個、ゴーさんの分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 、ゴーさん、あら、もうやっていいの、トイズファクトリーにしてください、優しい。じゃあ登場の曲からやるから、してあげたい、ずっと飼っている
まだまだ怖い何かが待ってるんだろうな間違いで変な
ちゃった。でも今日は後藤さんのゲロの方がゲロでおもろしをかき消す。ゲロがボーンって出て服を全部脱いでガムテープ巻きのとんでもない怪物になりました。彼女はステージで怪物になれるっていう力を持っててすごいかっこいいよね。かっこいい。
ワン、ツー、スリー、フォー、褒められてる。褒められてるよ。私はハメられている。ハメられてるよ。ハメられてる。ハメられてるよ。マリコは褒められてるよ。何もない日だって君に褒められたら、なんかいい日だって、yeah、思えるんだ。些細なことってみんな褒め合えたら、世界はもっと平和になる。眉毛を上に上げたら、ほら偉いね。そんなこともできちゃうのかな。とんでもねえな。マリコのこと明日もいっぱい褒めるね。褒められてる、褒められてるよ。マリコは褒められている。褒められてるよ。褒められてる、褒められてるよ。千秋も褒められたいよ。大天使とだって、yeah、 思えるんだ。些細なことってみんな惚れ合えたら、もっと人生を頑張れるかな。合格を上に上げたら、ほら、さっき荻窪選手権でハゲばっかり引きするの今日でやめたんだ。髪の毛が生えてる人だって人間だよ。だから全員がお月様になれる。褒められてる、褒められてるよ。私は褒められている、褒められてるよ。褒められてる、褒められてるよ。髪が生えてても可愛いよ。大天使to you。 褒められてる、せーの。ツイッターでさ、新曲作ったって言ってたのを見てさ、負けてらんねえなって。新曲持ってきたんだよ。今日の朝起きてすぐ作って19時にできたわ。わっしゃやるだ。みんなにさ、夏の音募集したでしょ、この前。覚えてる、知ってる人は知ってるとは思うんだけど、そのね、もうね、何十個もね、夏の音といえば何っていう質問に対してね、スイカをシャリシャリ食べる音とか、氷のカランコロンって音とかね、いっぱいね、アイデアをみんなにもらったの。その中から2つだけ使った。それじゃあ聞いてください、夏の曲。夏の曲って何。
っとどんな曲だったか忘れちゃった。ちょっとメロディだけ。ラーメンにお湯を注ぐ。はい、おめでした。よし、行くぜ。清志郎好きなさ、前村がさ、いてさ、
清志郎、清志郎、あ、いるか今日清志郎以来の一材だって言ってくれるの、私のこと。だからちょっと意識、ちょっとライバル意識がさ芽生えてくる。やってみた。私はね、あのね、マイムラとね、一心同体なわけよ。だからね、休みの日もね、こういうライブの日もね、いつも一緒にいるわけ。この間ね、子供のマイムラとね、遊んだの。その子供がね、学校のね、宿題で、ね、日記を書いてね、この間、ママの好きなアイドルと遊びましたって書いたの。そしたら先生にね、ママの友達とでしょって。訂正されてね。でもママの好きなアイドルだもんってなって、でもその子が悔しくて泣いちゃってね。あ、そうか、普通の人には分からないかって思って。だけど私はその子と遊んだことを絶対覚えてるし、ずっと一生知れないし、私は公園遊びを一生やめないって思った。あ、私公園遊びするんだけどね、よくファンと公園遊びするんだけどね、公園を作って、もう公園に入らなくなってきたら、公園を作ってちゃんとセキュリティとかしていい公園を経営するの。だからこの曲をその女の子にとみんなに届けるね。代々木公園っていう曲聴いてください。あ、いいよ。一人部屋の中うずくまって、何をしても寂しくなる時はいつも公園行って君のこと待ってるから。君は部屋の中うずくまって、何をしても寂時はないの。そこに私の音が届いてるから。
振り向いて欲しくて春までにメイクを覚えるぞ。将来のお嫁さんはおしゃれで綺麗な人がいいなって君が言ってるの聞いたけど、一緒にいて心地いいのがいいと思うな。そんなことを思いつつ今日もすぐまたブーブーすぐまたブーブー。
あら、あら、どうも、私は耳から生まれたももこ、はい。あら、どうも、私は耳から生まれたももこ、はい。あら、どうも、私は耳から生まれたももこ。毎日毎朝ごぼうを収穫してるの。でもね、今日は梅雨だからごぼうが取れないの。でもね、今日は梅雨だからごぼうが取れないの。困っちゃうな、困っちゃうな、困り果て、はい。困っちゃうな、困っちゃうな、困り果て。果てすぎて、果てすぎて戻りそう。果てすぎて、果てすぎて戻りそう。ももこちゃんはね、学校に行っているんだよ。ももこちゃんはね、学校に行っているんだよ。帰り道にね、悪いおじさんにさらわれた、はい。帰り道にね、悪いおじさんにさらわれた。だけどももこちゃん必殺技を持ってるんだよ、はい。だけどももこちゃんは必殺技を持ってるんだよ。絶好マン、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 とんがり頭で絶好マン、とんがり頭で絶好マン、後藤真理子とのコーマン、後藤真理子のコーマン、後藤真理子のコーマンに絶好マン、後藤真理子のコーマンに絶好マン。だけど仲直り友達んこ、だけど仲直り友達んこ。ももこちゃんはね、仲直りしたんだ本当はね、はい。ももこちゃんはね、仲直りしたんだ本当はね。ごぼうは取れなかったけど元気が漏れてしまってる。ごぼうは取れなかったけど元気が漏れてしまってる。ところがでっこい、そこにタケノコが出てきたよ。ところがでっこい、そこにタケノコが出てきたよ。あら、これは今晩の夕食にしましょう。あら、これは今晩の夕食にしましょう。トントントトトントトトントン、トントントトトントトトントン。タケノコでみじん切りしすぎてなくなった。タケノコでみじん切りしすぎてなくなった。そういえば今日後藤真理子のライブだけど、そういえば今日後藤真理子のライブだけど、メガネの人たち大丈夫？メガネの人たち大丈夫？そういう時はハズキルーペ、そういう時はハズキルーペ。ハズキルーペは踏んでも壊れない、ハズキルーペは踏んでも壊れない。それでは次の曲をやります。お家みたいだね。お家みたいな人ねえねえ、お家みたいな人って言ったらさ、こうやって手を挙げてね。天皇さん、お家みたいな人、みんなお家みたいかな。どうしてお家だと思うの。それはね、ほかほかでね、酸素もろくなってるし、さっきの家が効いてるんだよ。そうだからね、日記日記のサリ、日記日記のサリ、プチプチの団子、プチプチの団子。もりもりのタケコ、もりもりのタケコ。サラサラに上がったシラス、サラサラに上がったシラス。釣っても釣っても全部シラス、釣っても釣っても全部シラス。魚も一匹は取れやしない、魚も一匹は取れやしない。そうだ、群馬に行こう、そうだ群馬に行こう、群馬で釣りし放題、群馬で釣りし放題。それでは次の曲聞いてスーパーオーマー、 I am good か賞味期限は3000年、スーパーオーマー、 I am good か再開準備万全です。
味噌汁は海苔汁派。俺も君と行ったお寿司屋さん。ところがどっこいお寿司のレールに乗っかってきたのは耳から生まれたモノコ。たまれくそ
子天才ゲン奇跡神の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 子天才ゲン